皆さんこんにちは。プラザ投資の伊藤です。今日は9月の17日日曜日です。今日皆様にお話しするお話、対局の3波の高値を売りで取るというお話です。副題として先週から始めさせていただいております、先物通常メルマガ6ヶ月単位のところをお試し配信1ヶ月だけお受けしますという、おかげさまでたくさんの申し込みいただきましたけども、事務処理追いつきませんので、ひとまず今回のキャンペーンは9月20日までで終わらせていただきたいと思います。それでは本題に入ります。月足の3波の仕上げ部分と書いてあります。チャイナウイルスショックでつけたこの 16,358円安値から 3,795 円までの月足5波動の上昇が上昇第1波部分です。ここから2波は三角持ち合いで、1月に三角持ち合いの頂点を形成し、現在は3波の上昇に入っているということになります。3波は引け値の連続上昇の後に手繰り足が2本入って、今 33,772 を上抜こうとしておりますので、抜くことによって3波は完成になります。次は週足を見ていただきましょう。1月の安値から1波、このもみ合いが2波です。そして連続上昇のここが3波です。で、2段下げしたここのところが4波ということになって、現在は最終5波に入っているということになります。今度は日足を見ていただきましょう。波動転換どうやって見破るか、基本的に私の場合は月足の2段上げ3度、2段下げ3度で波動が転換というルールを持っております。これを週足や日足に応用していただくと分かりやすいと思います。高値から日足の2段上げが3度で上に転換しました。問題はこの 31,275 円からいつ天井を打つんですかというお話になると思います。これをちょっと見ていただきたいと思います。9月25日までに仕上がるのではないかというふうに書いてあります。どういうことか、安値から5陽連5日連続で上げました。ここの日柄が5日間です。1日大きく押して、ここから9日間引け値ベースで連続上昇、10日目は陰線になりましたけれども、実質10日間の上げということになりました。そして注意すべきはここで並び黒という暴落線が出ております。今後高値を今抜いてきているわけですけれども、いくら高値を取ってもこの暴落線がどこかで効いてくる場面があるのではないかというふうに考えております。今回の安値からの波動の特徴、第一波の終わりのところで窓が開く、2波が始まるとすぐ窓が開く、第3波の終わりのところで窓が開く、4波になるとやはり窓が開くと、すぐ窓が開くというところに特徴があります。そして仕上げの窓開きがあるのではないかという予測をしましたけども、やはり窓は開いてきましたので、いよいよ仕上げ場面ということになります。通常この窓が開いてからは 2,3 日の間に天井を打つというのは一般的であります。ただ下にもう一回窓開いてからもう一回上行くということになりますと、日柄的にもう少しかかるということになります。いつ頃までかということになると、5日間の上げ、10日間の上げ、それで現在ここから5日間の上げですから、あと5日ということになると、9月の25日までに仕上がるのではないかと考えております。なお次の詳しい見通しについてはまた YouTube で明らかにさせていただきたいと思います。皆様今日もご視聴ありがとうございました。